こんにちは、ヴィンセントです。今回は、10チャレンジですね。久しぶりに来てたので、やっていきたいと思います。まずは3時ですね。ジェライヤ武器つけてます。で、杯には、強力武器ですね。で、エースにはサノス使ってますけど、使わないので何でもいいです。で、ウルトラマンも、手塚武器ですかね。はい。で、サボにはクロコダイル。で、スネークマンのルフィには4連ガチャドラですね。はい、ではやっていきたいと思います。基本的にこの10チャレンジに関してはむちゃくちゃ簡単で、敵ほとんど何にもしてこないんで、まあ、どんなパーティーでも余裕でクリアできると思います。初心者の人とかは多分やり始めた頃ぐらいの人はこの何でしょうね、見た目いかつそうなダンジョンなんで無理だろうなーって思ってるかもしれないんですけど、結構ほんと簡単なんで全然余裕でクリアできるんじゃないかと思います。まだ寝起きでちょっと声が低いんですけど、すいません。で、まあ代用に関してはいくらでも多分あるんで、別に火の火力出るやつを適当に集めてもらえればそれで OK です。で、アシストに関しても基本的にほぼ意味のないというか、まあスキブだけ足りてればさささっとこう回れるんで、まあ2ターンヘイストみたいなのを、まあ誰か 何個か集めてもらってやればいいのかなと思いますね。はい。で、まあ基本的にはサボとサンジのループしていく感じなんで、まあサボかサンジ持ってない人は、まあ2ターンでこうスキル使えるキャラクター、まあエースでもいいですし、まあセオスペニーパーカーとかの辺でもいいですし、まあそんな感じで、2ターンで非生成できるキャラクターを、まあ、2体集めてもらうって感じですかね。で、適当に殴っていってもらえれば本当に簡単に倒せます。で、10コンボいかなくてもエースとか持ってれば7強、エースに関しては7コンボいくだけで基本的にカンストしていくんで、まあそのエースの火力だけで倒していくこともできますね。ボスで、サノスでワンパンしようかなと思ったんですけど、道中ワンパンしすぎて逆にスキルがちょっと足りなかったですね。なんで他のところに4ターンヘイストの武器とか、まあそれこそヤマト武器とか持ってって最後ヘイストかけたらワンパンで倒すこともできましたけど、まあまあでも5分そこらで終わる話なんで全然そんなあれですね、ほんと適当でいいですね。もうほんとこんな感じであれですね、敵台が出ても柔らかいんで、厄介な敵いるのかな、多分いないと思いますね。前回0次元が実装された時に最初この10チャレンジも一緒に来て、その時もこれどうなんだろう、どんな感じなんだろうと思ったら何にも敵してこないなぐらいの感じだったんで、まあ今だったらねもっと簡単ですよね、キャラクターが強い分。そうですね、敵が柔らかすぎてやることがない、やってくることがないんで、特に解説することもないんですよね。本当に適当にもう早送りしてもらいながら見てもらえれば全然いいぐらいの、そんなチャレンジですね、これは。10チャレンジで60分とかくれるんだったら本当難高難易度チャレンジもうちょっと時間その分欲しいですね。最近25分とか結構短いので、本当に時間が死活問題、一番死活問題なんですよね。チャレンジは難易度も高いんだけど、結局多次元とか裏多次元来た時もついにエッジョ取れるかなと思ったけど、やっぱ時間が足りなくてダメでしたもんね。やっぱパズル下手にはなかなかこの25分とかっていう時間制限が
結構きついんで、あの辺が辛いですね。まあ、称号チャレンジは個人的にめちゃくちゃ好きなんで楽しいんですけど。まあ、まだそれこそやりたての方とかで、まあ、称号何も持ってないっていう人は、今回は取れるいいチャンスだと思いますね。はい、で3段階目のこれが一応ラストのボスって感じです。まあ本来この0次元の方だったら2000億ぐらいだったかな、すごいこいつ硬いんですけど、まあ、こっちの10チャレンジの方はこんな感じで非常に柔らかいんで、まあ、2パンで、余裕で倒すことができると思います。本当にその代用これじゃないとダメとかそんなのはもうほんと全くないんで、適当に持ってる手持ちでこのループでやると快適で楽だと思います。ではご視聴ありがとうございました。